3000人の前で、うん、3000人の前で、初めて回したのがハイライト、すごい緊張してドラガジャン、いや2曲だけしか回せなかった、すげえ緊張して震えたんですよ。疲れやい緊張ですごい震えた、2曲だけしかやれなくて、僕言ってたら後ろにもうその回した時は後ろに他の DJ のやつが、なんていうの、見守りじゃないけど、なんていうんですか、まあ、こう後ろが見ててくれて、でサポートで入ってくる、いつでもサポートできるようにっていう、なるほど、後ろに人がついてる、初めての DJ、 補助付きだったわけですね、で3000人の前で回したと、じゃあまあ、じゃあトラックメーカーが最初だったっていうことで、なんでそのファンコットのトラックメーカーをやろうと思ったのか、大丈夫大丈夫、kenapa mulai main DJ yang fun kotDJ とかトラックメーカーかな、トラックメーキング。なんか、もうできるトラックメーキング。どこか、私はやったら、どこかにハードハウス。ハードハウス、その頃はまだハードハウスだったんですよ。ああ。で、ここからできるのはハードハウス。ハードハウス。で、結構、ラーメンの頃は、ディレクターのことも、ディレクターのことも、たぶん、ありがとう、クラリック。クラリック、ハードハウス。で、クラリック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 、jadi makanya siang di daerah kota rata itu sebenarnya yang mengarah ke Frankfurt. Kalau di selatan dari mereka nggak ikut Frankfurt, mereka ke progresif. Oh iya iya. だから1999年までは大体ハードハウスだったんですよ、そこはファンコットに行ったんだけど、スラタンのやつらはどっちかっていうと2000年からみんなプログレッシブになってたんです。なるほど。シトーラーはプログレッシブになっていた。それは、ファンコットになっていったのはたまたまコタチ区に住んでいたからなのか、音楽的に好きだったのかっていう。ああ、ロニーニャー、クラパマイファンコットだ。イトニャー、イチコ、カテゴリスミュージー、アタウ、ティンガルディコタ、ジャディマイファンコット、アタウ、スーパーミュージックファンコット。ちょっと悩んでる。クラパピリ、ピリファンコット。Dua-duanya di kota dulu waktu di Fakot itu benar-benar boom itu, aliran baru yang muncul itu. Iya, semua suka dulu. Ah, semua. Oh iya iya. Itu jadi fenomena itu. Jadi semua ya DJ ya semua jenis suka. とりあえず理由としてはその2つともその通りなんです。ああ、なるほど。ここに住んでたっていうのもあるし、あとそのさっき言ったなんだっけ、好きだからっていう、ジャンルとして好きだから。ただ、それも含まれてるんだけど、もうその当時はもう爆発的に、なるほど。爆発的にもうみんな、もうみんなファンコットだもんね。でも歌は、もうラムスラグはパンジェイズ。で、ラグはsebelumnya kan lagu-lagu yang luar, lagu-lagu para vokal itu pasti di Fakot itu tiba-tiba ada lagu dengan lagu pop, jadi lagu jazz, jadi lebih mudah diterima. Iya, lebih mudah. Iya, それまでのハードハウスの時はインストルメンタルメインだったし、そのみんながみんなついていけなかった。ファンコットになったことで、すごいポピュラーミュージックをミックスすることでみんながすごい入りやすくなった。なるほど。ポップミュージックだったりとか、はいはいはい、で歌物じゃないですか。あら、スミラが好きなのに。お、スミラ？スミラ、スミラ。四つ字だ。で BPM 中がルビサトリマプル。この頃は BPM が150ぐらい。四つ打ちなんだ。これもファンコットなの？虹がファンコットや。うわ。ハウス。プログレッドランス。トランス。トランス。ああ、いやいや。ハトランス。いろんなやつ。まあまあ、そういう、その頃はまあ、作ってなかったので。1999年の今の音で、この頃は俺はこんな感じだった。なるほど、なるほど。
ハードハウスを作ってると。なるほどな。じゃあ次行きましょうか。じゃあそのトラックメーカーや DJ に なる上で一番影響を受けたアーティストや DJ。bikin lagu dan track mereka sama yang main di ini paling ada efeknya dari siapa maksudnya yang apa ya inspirasi apa itu maksudnya pengaruh ya sumber inspirasi dari mana gitu iya betul saya explain ini juga kita nonton kalau yang kalau awal-awal ini kita nonton pasti ロバート・マイルズ、いやいや、チルドレン、いやロバート・マイルズなんだ、知らない、誰あの、タラタラタン、タンタタン、タンタタン、ドリームハウス、あ、わかりました、ロバート・マイルズ、あ、そうなんだ、感動してる、いや、なんか、いや、ジョッキー・サプトラとかじゃないんだなと思って、僕は聞いてみてください、聞いてください、僕はジョッキー・サプトラや。ファンキーの影響はジョッキーサプトラ。なるほど、これはまあハウス自体。だからさっき聞いたそのトラックメーカーとかになるきっかけ、うん、それはロバート・マイルズだったけど、なるほど、ファンキーに転向したというか、ファンキーになる時に一番影響を受けたのはジョッキーなんです、うん、なるほどな。だからここから入ってここにたどり着いて師匠を見つけたんじゃないですか。なるほど。じゃあジョッキーサプトラという人はどういうところがすごかったんですかっていうのは。Ah, Kenapa sekarang legendary? Kenapa dia ni bagus? Kenapa dia disebutkan legendary? Iya. Yeah. Dia kan juara DJ se-Indonesia tahun 86. Dia main DJ mulai main DJ. Juara se-Indonesia. Juara DJ se-Indonesia. 86年に始めて、彼が多分パイオニアだね。DJ のパイオニア。sama juara se-Asia Tenggara. Asia.アシアニグラっつってるよくわかんないですけど、え、何ですか、アシアニグラっつってるよくわかんないです、そのアジアの中でってことだと思うんですけど、ね、ああ、多分アジアの中で大会で優勝してるみたいな話を聞いたことあるんですね。じゃあそれなのかもしれない、86年っていうの、まあパイオニアだと、それでディアムライマイン DJ にはラパンブルーなの、ああ、これ何でだ、ラパンドゥア、82年に始めて86年に、うん、ラパンプルーナのアダコンテストコンテストに、うん、この86年コンテストで優勝なんですね。確か優勝って俺聞いたけど、まあ入賞したってことですよね。82年に始めたんだ、すごいな。多分ね、うん、maybe や、maybe ラパンプルーナや、maybe、 maybe で、本気ラパンドゥアとラパンディガ82年に始めた、なるほど、ラパンディガとコア、リアルアパやプルタマガリーマインディトランスディスコ、トランスディスコ、トランスディスコの話、ね、当時は82年はトランスディスコ、トランスディスコって、まあ、聞いたことねえジャンルだけど、まあトランスのことですよね。あ、ピッタビー86、あ、ほんとだ、これなんだ、サイバー DJ チームっていうのは一体どういうものなんですか。あ、サイバー DJ チーム、一年赤や、一年赤サイバー DJ チーム、一年、ま、どういう意味、それどういう、あ、どういう組織なのかは、いつできたのかとか、一年赤や、ビギネカパン様、一年アソシエーションはどこであるさ、一年のスペルのガラスに、あるとバンクラコスティーとか、perusahaan label recordingnya namanya suara Mega Mandiri, SRM. Tim-tim yang remixernya itu nanti Agung, Alain, Alain,
すごい組織っていう感じではない。SNS でこうやってガサッと出てくるサイバーで言ってるんで、僕はあんやけど。まあ、なんか総称してるだけみたいな感じです。なるほど。で、他にかやマネジメントとか、マネジメントとかする組織ではない。ではないと。まあ、DJ の。たぶんこれから相撲にあだ SMM。たぶん、マネジメントも masing-masing jalan ya。Jadi, nggak di-handle satu grup pun nggak。別に一個のグループじゃなくて、みんな勝手にやったりしてる。でも、総称して DJ のやつがサイバー DJ チームです。なるほど。たぶん、やっぱりこれから相撲は、kontrak DSMM kontrak tidak tertulis kontrak kekeluargaan karena mungkin itu family みたいな感じ family ya karena udah sama-sama club oh ya だからそのクラブが好きだっていうかそういう感じも俺たちファミリーだぜみたいな感じの意味でさなるほどなるほどみんなでここに所属してんのって聞いたらそういうだけでもないまあ仲間だよねみたいな仲間だそこでさっき言ってたのがその何かマネージメントをしてるってことではないなるほどなるほど名前の由来聞いてみましょうかそうしましょうちょっとキノパイという名前にはサイバーディーズというのにはイデアには誰もあるのアグンこいつが考えたアグンが考えたアグンが考えたはいイデアに誰もない相手には誰それは意味理由は分かんないけどとりあえずサイバーディーズかっこいいからぐらいかなじゃあなるほどサイバーエヴァンゲリオン見てたななるほどね、はいはいじゃあ一応でもジョッキー・サプトラがサイバーチームのリーダーなんだよあ、いや、やっぱりトップにはサイバー DJ チームトップにはジョッキー・サプトラいや、一番年上だねっつって年上、なるほどトップっていうよりは年上kalau yang membentuknya gitu ya tapi kalau posisi ya untuk kita kalau senior jadi ada posisi? Enggak ada posisi tapi ya kita berdasarkan senior aja gitu みんな年が違うってだけで別にその序列があるとかでもないああそうなんだ俺序列があるのだと思ったアグンってやつはその人を集めるみたいな感じで束ねる感じの役で別にでもリーダーとかないあそうなんだポジションはないなるほどで、まあ、ジョッキーは一番年上だと彼がいろいろその集めたりするそのあなんメンバーそういう何て言うんですかねそういうの集めるってニュアンスどういう意味だまあ、そういうだから役回りというか、まとめ役なるほど別にそこにはもう全部フラットじゃん、まあじゃあそのサイバーチーム内でその指定関係要は DJ を教えてあげて誰が誰が弟子とかそういう関係はあるのってみんな習ってるカルチョントニア D ジャパンアダヤントディアニアアパヤカシダウチャラニアンギリギリスパリティクルーとたくサイバーチームの部下に対してペースも全然漏れた。漏れすぎる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 。Ya, ada yang datang ke rumah saya untuk belajar privat di rumah ya. Privat itu apa? Jadi belajar bukan di tempat kelas bukan, belajar di rumah gitu. Oh iya ya, belajar sendiri sama. Zenbu jibun de benkyou shite jibun de yatte iru. Ah, dokugaku nan da. Bebas aja belajar bebas. Oh gitu. Jadi kalau apa ya, main style nya gini, itu nya itu bukan kayak gini enggak ada ya. Kalau ada style itu nya oh ya terus sudah kamunya bagus yang kayak gitu. Cuma bantu ngarahin aja sih. Saya nggak berpikir nanti mesti gini nggak gitu, tapi ya diarahin aja, oh itu kurang bagus apa ya gitu. こうしろとああしろとかっていうのはないけど、あそれあんま良くないねいいねとかこんな感じの感想しか言い合わない。なるほどね。別にそれ上とか下はない。なるほど。そうだったのか。でポジションに座れたあの辺がじゃあ。いや、jadi nggak ada kayak belajar atau itu enggak, kayak teman saling bantu aja. Oh gitu. 友達同士みたいな感じで、もしあれだったら分かんないっつったら手伝ってあげるし、そういう関係だ。まあみんな助け合ってるみたいな。そうですね。まあでも少なくともみんなプロで DJ だけで DJ と音楽制作だけでその生活している仕事にしている人たちなんだよね。ああ、何もあんややっぱり裏で金じゃないんです。あれ DJ やで、あれ運転まかんや。まだ完全に DJ。考えてる。いや、DJ。やっぱ
ビルサロンモデル車洗う仕事やってる。あ、全員が全員サロンモデルじゃない、違う、モーターサロンあるじゃないですか、日本でいう、うん、あれやってるらしい。カルワッシュ、ポレッシュ、あ、ポレッシュ、なんかやっぱ車洗う仕事、車磨き、へぇ、全員が全員じゃそれだけで食ってるわけじゃないんですか。その他のやつの人はレコーディング、レコーディング、だレーベルでレコーディングの仕事をやったりしてるんです。へぇ、そのマスタリングに出てマスタリングとかそういうことをやってるんです。なるほど。で、彼だけは車の洗車なんで、へぇ、いやいや、キレカントあとは punya ada bengkel nya bengkel nya だからその車のそういう修理場みたいなとこ持ってたりして。 あ、そういう経営をしてるんだ、経営者なんだね。持ってる車とか気になりますよ。 BJTP と BJ ミレニウムのあーで言うと、なんかこの人ミレニウムのチーフだ、この人チーフだ、TT、 あーえ、TT にゃ、あ、ヘッド、あ、ヘッド、リラントレス、あー、もうだからヘッドです。ミレニウムのチーフ、 DJ の、 DJ のトップチーフね。あー、今だからポルドワ、42歳、若いね。ジョッキーで歌ったプルナム、ほんとはプルナム46歳、ジョッキーは、ジョッキー46歳、46歳で42歳、あ、じゃあかなりベテランなんだ。なんでジョッキーと知り合ったの？で、ジョッキーと知り合ってサイバーチームに入ることになったの？クナパンマスクサイバーチームさんは、クトリジョッキーよりまだSebelumnya juga udah kenal, sebelumnya udah kenal juga. Gimana? Ya, kalau kita jadi sepanjang karir kita bisa dikit terus saling kenal. Pertama kali ketemu. Jadi sebelum ada seperti di JTK, saya udah kenal sama mereka, udah kenal, udah temen juga gitu. Ah, もうこれ最大チーム作る前から友達だったらしいです。Ah, そうなんだ。Pas yang SMM itu, yang SMM itu jadi bikin bikin.Bikin proyek untuk fun-fun, jadi baru mulai dikumpul-kumpul orang-orang gitu. Pakai teman-teman gitu, kayak mau masuk sama di gitu. Oh gitu, oh gitu.でこのレーベルを作るときにみんな集められたらしいんです、友達に。どうだっつって、お前らも一緒に入れないかっつって、サイバーチームに入ってみないかって言われて、じゃあね、やっぱりビキン、やっぱり村井サイバー DJ チームや、ビキン、ワクトゥビキン SMS には集まない。だからこのレーベルを作るとき一緒だったらしいです。なるほど。一番最初は全然そういうのもなくて、うん、もう会社も何も考えてなくて、みんな集まって会社とか作れるといいねみたいな話から、でもらえるかもしれないね。ゴリグリマ、ゴリグリマ。2005年にこの会社もできた。へえ。なんか聞きたいことありますか？あと、じゃあちょっとコアな質問に行こうかな。どうしようかな。そうですね。DJ とトラックメイキングはどっちが楽しいですか？好きですか？スカラン？スカラン？あ、ロニーニャン。スカニー、エンジョイニャン、マナ、ヤンマイン DJ、あとビキントラックメイキング。全然、いや、どっちもだよ、そんなの。どっちも好き。もちろんそうだよね。あ、好き。あ、でも気持ちいいのは家でこうやって作ってる時だったりするかなっていう。どっちっていうと作る方、作る方も家でそうやってるのもすごい楽しいよね。気持ちいいっていう表現で気持ちいい、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 やっぱすげー満足できるのは気持ちいいのは。ああ、なるほど。じゃあ曲を作る時に心がけている点、ポイント。カロペケントランプメイメイあとポリシーニア、あとポリシーニア、ポリシーって何て言うんだろう。ああ、ワクトビケムで、ビケムやった。ビケムや。いや、ビケムや。ああ、スタイルや。なんか、ここで盛り上がるように、そのお客さんがどういう反応するか考えたりとか。あれ、本当に、本当にサム、あと、ビケムや。インスティンクなんだろう、刺激的。bikin aku tuh nggak yang paling sekarang pas saya bikin nggak gitu. Jadi berdasarkan kita sebenarnya ini aja apa yang kita suka. だから自分が好きでその流れのまま追ってるだけだみたいな。なるほど、自分が好きかどうかみたいな。まず自分がかっこいいと思う。フィーリングやフィーリング。かっこいいよ。ウェディングやだ。ウェディングやだ。ウェディング。
ハルス会議に、ハルス会議に嫌だよ。プレバスやもう全部そんなのフリースタイルやる。ああ、そうですか。じゃあ、まあ、ファンコットの以外でどんな音楽を普段聴いてるの？ああ、いや、リアセンのどんなのもやで、ファンコットはアタティで。スモアニア。スモアニア。全部聴いてるよ、音楽。なるほど。スモモゼイか。音楽は何だと俺聴く。一度はダンスミュージックやで。モゼキはもうあんたダンスミュージックから。あ、スモアニア。だけど、それが好き。サンバ、ポップ、レゲエ、ヒップホップ、R&B ですね。ああ、もう何でもだ、カテゴリー。出てんだよ、カテゴリーですね。makanya kalau kita bikin lagu jadi bisa kadang bisa ada R&B-nya bisa ada ini yang ini jadi lagunya warnanya yang banyak. まあ、未だにダンデットは聴いてるし、なんだろう、今そのロニーが提唱しているハードファンクとダンデットの、なんだろうな、なんていうかな、ちょっと難しいな、質問が。じゃあファンコットのルーツとなっているダンデットももちろんちゃんと聴いていると思うんだけど、それは今でも現場でかかってますか？現場でってこと？あ、まあ、クラブで。Mulainya bukan dangdut ya? Bukan, tapi beatnya bintang. Bintang, oh. Duk. Jadi, gak masuk buat jawabannya gitu. Oh. Jadi, itu apa? Jadi orang bilang kayak dangdut, padahal bukan dangdut. あ、さっきごめん間違った。金持ちっていうのは嘘。はいはいはい、これがカヤカヤってもう一個のやつ。それも何やねん。ダンデットっぽいけど。あのダンデットの感じで。ビートのリズムもすごいダンデットに似てるけど、うん、ビートこれあのファンキー自体はダンデットではない、うん、オリジナル。なるほど。いろんな考え方あります、ね。ビートはダンデットに似ているけど、うん、ダンデットではない。この辺はまあちょっと難しいところですね。じゃあズバリファンコットのルーツを聞いてしまいましょうか。だったら、ファンコ由来にかかんさまあばやオリジナルにあばやダリアか。ya mulanya dari tahun 2001 lah. 2001 ya. 2001 peralih dari lagu trance ke funk.
フランスからファンコットに行ったフランスからファンコットこれなんかバリとのやつと言ってること同じだなこの前とメールで聞いたと言ってること違えぞこいつ、うん、ダンデットつってたからねって言ってねなんでトランスからファンコットに形が変わっていったのクナパフランス左トランスクファンコットクナパやアントラニアだったのにからitu ada yang pertama kali coba-coba pakai beat funky itu dan itu karena orang pada suka jadi akhirnya balik ke arah sana tuh enggak sih dia beliau nanya sih enggak sih dan itu piano kan ada ritme lebih lebih suka yang itu dan lebih suka こっちの好きだったから。うん、というリズムが好きだった。オラン、別にシオランニア、オランニア、別にはギトです。やっぱスカヤン、いや、いや、マスニア。タウン2000とラギバグスね。バグス。2000年は薬がすげえ良かった。2000年は薬が良かった。ああ、だからこのリズムが好き。ビテアン会議でドゥドゥ、一番好き漫画で。それがトレンドだった流行ったと、うん、じゃあズバリファンコットとダンディとは関係ない海山だねファンコット様ダンディいつも今ない武漢サンボラサマラサマラサマ同じではないでも似てると同じではないでも似てる難しいな、これは。ブロックミルク、名前を決めるけど。より、あとは、裏三分やん、カロヒストリーね。歴史は違うはずだ。歴史は違う。これ DJ 説ですね、完全に。あー、そうか。言うこと違いますね、やっぱね。違いますね。ベストバージョンはダンドットファンコットです。ファンコットはもうダンドット界のプレジェンド。ベストバージョンはダンドット。フロムダンドット。バットノダンドット。少しね、え、それよりそれよりで、あ、ファンコットには武漢ダリダンドってファンコットはダンから来たものではない、うん、ミリペンじゃあどっから来たんだこだわりあるんですよね、ゲーム DJ 認めないですよね、やっぱね濁すんですよ、これさっきのやつのが合ってる気がする多分そうですねやっぱ話すとそういうこと嘘つくんですよね DJ 好きじゃないダンブとかはいいと思うけど好きなの聞いてますよダンブって好きなのああ、そう聞いてますよ飲みますか、ダンブフランあんま好きじゃないなるほどねそういうのもあるんでしょうかでもダンドとかけるとみんな心が踊るからみたいなああもうお客のためにやってるんだよみたいな。FL スタジオっていう打ち込みあの DAW ですね。簡単なそう。まあまあまあそのいや。トランス、いやトランスのベースパターン。抜いてるんだね。今キックを抜きましたね。キックの位置をずらしたんだ。Jadi ya orang eksperimen ubah geser kick itu, tapi kok lebih enak gitu. Nah, akhirnya jadi orang mulai bikin funky.
ずらせ、そういういろんな、まあ事件がいろいろあって、たまたまそれが良かったみたいなっていう風に今言ってるっていう。あ、ベース？はいはい、ベースライン、ボボン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 。あくまでも実験場で作ったっていう言い方をしますね。んなわけないじゃねえかって。あー、ベースライン、ファンコットベースライン。これで BPM をアップアップアップ。BPM はナンバーある。まあたまたまそうなったみたいな。っていう風に言っとくみたいな。とか言っとくですよ。とか言っとく。いやー、ファンコット。じゃあファンコット今のがじゃあトランスからファンコットへの進化だっていうことということで、キックをずらした、キックとベースラインをずらしてってっていう。じゃあそれはじゃあ実験の成果みたいなことね。なるほど、とか言っとくですねこれね。完全にとか言っとくですねこれね。やっぱ認めないんですよ。なるほど、ありがとう。そしてじゃああとですね、あります。じゃあそのセラタン系、南系の音楽をどう思うか。モニングはできるギマナイヤン、ディスコティックスラタン、まあ、ラグスラタンにギマナイ。バグスバグスか、いいと思うよ。スパモジックだもん。もう全部すげえかっこいいと思う。おー、好き。でもそれをやろうと思ったり、作ったりとか。かっこいい、やばい。モニングはまあ、お前にディスコティックスラタン。あー。このメリカね、パンギマナイ。パンギマイpernah dulu dipanggil show main lagu Sasa. Oh gitu? Nah, di mana? Di Malang. Di Malang. Sono Maran itu ところでは、その南系の音も出ましたよ。へえ。まあ、DJ yang bagus, DJ yang baik itu bisa main semua. Oh gitu. Kayak atau nanti できる DJ は何でもますから。なるほどね。Bagus. Jadi lo ini bisa main semua nih. Yang music kategori ini enggak ada.Tapi harus ya, gua pernah coba sih, tapi kalau disuruh main sih ya kalau untuk nyambung bisa lah. Oh, betul ni. Lalu tapi sih jangan aja, lo mau cina kita kita cerita yang nanti mungkin. Naro naro. Tapi kan kita mesti ada satu genre yang kita ini ya, fokus sana gitu ya, fokus sana. Jadi kita bisa lebih dalamin, menghayati. Nah, so kau ni apa mono? Lalu saya kasih soalnya. Mama DJ taro. Nih, naro kau tu lah.なんで南系と小田系で音楽の種類が変わっていってしまったの？あばやすからスラタン様とか一番臭いのさ、まあ、一番カパン今パーさんはカパン DJ ポッシーがムシンスラタンスラタンでムシンスラタン誰なの誰なの kalau DJ ポッシーがムシンスラタンがムシンスラタン人間は南の音をダサいとか悪口は全然言わないと、うん、だけど南のやつらはコタの音がダサいって言うんですよ。なるほど、それはなんでなんだろうね。その北の音楽は田舎くせえってみんな言って、うん、で南のやつらはそういうヨーロッパっぽいような感じだからそれがかっこいいと思ってんじゃない。なるほどね。だけど俺は別にどっちも否定しないよ。なるほど。モデルミサシコルツァをちょっと今聞こうかなと思ってた。でも彼はそのコルタの音楽の方がオリジナルがあると思ってるっていう話していいですか。あ、もちろんそう。ディア、カタニア、カタニア。ディアネグラム、ムジコタ。いや、ルビオリジナリティ、アダオリジナリティ、ヤンインドネシア。いや、スラタニア、ナダニア、ウナビアサ。ディアサタンがビサー、ナビサビキラグ。おー、スラタニアはこういう音楽作れないんです。おー、なるほどね。まあ、遠回しでバカにしてますけどね。いや、これ作るのすげえ難しいんだよ。いや、俺もそう。まあ、いや、全然難しいんだよ。ほんと難しいじゃん。あー、まあ、シットです。とにかく、もうトラック数が多いし、展開が激しいし。
あの本当作るのがすごい難しいっていう。本当に僕もそう思うっていう。もう絶対だね。いや、ディアジカスタジオスからね。トリタニア、いや、彼ね、あばや、トラックにバーンやつさま。リフィット。いや、ディアス。フィフティ？フィフティトラック。いやー。もう、もっとある。もっとある。俺は50トラック以上使うぜっていう。マジで？いや。ねえって。すげえ。半端ねえな、さすがロニーパイセン、半端ねえな、すごいっすね。いやでも本当すごいんですよ、手のかかり方とかすごい。おいや、すごいブレキシブルの体勢。そう、BPM も変わるから、ビシャ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 、アダプタシモシが変わる。いや99トラック99。いや半端ねえ、90トラック、99トラック、すごい、99トラック。なるほど。あと何か聞くのあります？この音楽のネタで攻めてるんですよ。この内容、こういうのどうかとか、これはなんかそういうなんていうか、このビートの構成だったり、そっち関係で聞いてみるのもあるんですけど、この流れだったり。ああ、なるほどね。そのスラタンとキターの違いで、そこが大きくあるわけじゃないですか。難しいですけど、例えば一番難しいのは何みたいだったり、音楽的なこと聞いてみるのも。ああ、そうしましょうか。そう、じゃあちょっとなんかその辺をね。Carlo, apa? Bikin musik funk tau. Idenya susah ya. Susah. Idenya apa ya? Paris. Ya idenya ni dari mana itu? Komat jatuh. Mau ninja macam ni pun dah. Mau hantu macam ni. Tapi kadang-kadang ya lama berita yang itu. Hari berdapat, karena ternyata ini nggak mungkin sehari terjadi itu. Kamu besok-besok itu bilang di koneksi lagi. Oh, mau langsung di satu saja buat cerita. Tapi aja, mau di sana ada yang baru, ada yang baru. Tapi mau satu saja buat. Satu saja, satu kali buat. Jadi apa ya? Kita mau kari ya, semuanya sekali ya. Kalau satu lagu, satu make, itu ya apa ya? Sekali bikin. Terus, tapi kalau misalnya udah nggak ada ide, udah ambil dulu. Oh, mesti ide kan, mama yang naik. Ide apa tuh kalau ikin kan? Soalnya dongkrak itu kita harus kerja kan. Kalau satu lagu berapa lama bisa bikin? Ada yang pernah 2 hari jadi, 2 hari jadi. Ada yang pernah sebulan jadi. Sebulan? Iya. Oh gitu. Kalau mau 2 kali できる時もあれば、もうすごいもう大変だっていう時は1ヶ月ぐらいかかる。なるほどね。そうすげえ。なるほどな。面白いですね。うん。まあちょっと一般のそのクラブ好きな人にもちょっと話を聞いたときに、まあ若者がちょっとファンコットを最近敬遠し始めてるという話を聞いてるんだけど、何が原因だと思う？ああ、スカラーかや。スカラー。オランダムダイヤなかなかね。apa ya semakin jauh semakin jauh dari Fangkot. 実際にその北の地区でもそのセラタン系のがかかるようになって、ちょっとファンコットの勢いは落ちてるように僕は見える。sekarang di kota juga semakin banyak yang musik selatan. jadi apa ya semakin jauh ya apa anak-anaknya. itu ni kenapa ya? kadang mungkin itu jenuh aja kali. apa yang baru itu. tapi nggak mungkin sampai hilang. nggak mungkin. Selain di Jakarta, di daerah tuh lebih orang masih perlu disekolahkan karena lebih kena itu kan jiwa di jarahnya mereka sudah ini. もう血が騒ぐから絶対だんだん離れてってのはそうだ。新しいもの好きだからどんどん離れてるのは分かる。だけど絶対もう血がって言ってたけど今血がもうそれを忘れないから絶対あるってずっと。そしてあの子が恐竜だ。ダラファンキー、ダラファンキー、おいおい、ファンキーの血が流れてんだよっつって。なるほど、まあ、インドネシア人はファンキーの血が流れてると。絶対になくなることはないと思う。インドネシアにあったダラファンキー。kalau di Jakarta, kalau di daerah, tetap mayoritas. Jakarta はそういう風になってきてるけど、もう別に地方の方行ったら全然マジョリティ。あ、本当に地方の方が全然盛り上がってると。いずれ戻ってくる。ダイラ、スラバヤ、サンダ、サンジャカルタ、スレンジャカルタ。ジャカルタ以外は全然戻ってくる。ジャカルタ以外は暑いぜ。マシラメ、アメラメや。バ
分かった。あの、ネタが好きだ。なるほど。意外と本音を言ってくる。あの南の曲なんか聞かねえよ。あ、そういう地方のやつらがね。アメリカとかヨーロッパの影響がジャカルタは強いから、うん、それでみんな言ってるだけなんです。なるほどね。じゃあ、そのファンコットは多分、まあ、これからずっと先もあると思うけど、そのファンコットのディスコの 客層は昔と今では比べて何が変わってきてます？まあ、増えてるとか減ってるもん。カミアンファンコット、カミアンディスコテクルタ、エミア、ディール、サマスカラン、カバガンティアタウティダ、サマカロガンティ、ガンティネディマナ。バテルサータンディア。Kami yang di suatu kota, kota aja tuh. Kamunya, kamunya udah ganti yang dulu sama sekarang. Ada yang tidak? Ada udah ganti banyak. Udah ganti banyak. Ada yang udah. Ada juga. Ada yang dari selatan. Ada yang masih. Ada yang baru lagi tuh ya. Ini harus. Soalnya mau, itu selalu berubah-ubah.容量ええねんから。踊るやつもいば踊らないやつもいるし、それもずっと変わり続けてる。なるほど。なるほど。本音を言ってくれない感じですね。ちょっとね、ドラッグのこととか聞いちゃいますか？聞いてね、こっち突っ込んでたもん。いいですね。まあ実際にその僕がその若者から話を聞いたときに、そのコタでかかっている音楽っていうのはちょっとドラッグと売春のイメージがつきすぎて怖がってきてない、行きたくないって言ってる子が多かったんだけど、それについてはどう思う？Dia tanya yang anak-anak sama ABD Malaysia, dia tanya. Mereka ni bilang, diskotik kotanya takut. Karena ada banyak kurang sama apa ya? Kurang sama obat-obatnya. Sama ada dalam ayam. Cukup doyos dia. Oh iya, soal itu kisah sihir karena. Itu, lu ni pikir gimana? Itu ni... Cukup kumat dengan saya. dari 2000 ya? Iya, dari 2000 それがまた2000年からだからね、それはまあしゃあないんじゃない？しょうがない。malam mereka nyari itu, mereka cari itu. Iya, もうそんなしゃあない、探すんだから。mereka nggak ngata tuh malah cari itu. なんかで嫌がってる時に探しに行くんだから仕方ない。あ、どう、好きなやつは来るでしょっていう。あんまり危機は感じてないんだ。cari itu.みんなそういうアヤムって今取り入ってて、まあ売春婦ですよね。売春婦ちゃうんだよ。なるほどなるほど。なんかその前ロニーが僕の動画を見てくれた時に、日本のお客さんの方が音楽自体を聴いてるのが羨ましいって言ってたけど、やっぱりその音楽自体のその価値を認めなくなってきてるのはちょっとドラッグの影響があるんじゃないかっていう。ドラッグを決めてれば何でもよく聞こえてしまうでしょっていう。Kemarin ada kontak-kontak dari dia. Waktu itu bicara bersama dia, Indonesia bilang, apa ya, di Jepang kamunya beda, semuanya dengar musik, tapi di Indonesia nya sedikit beda, dan semuanya apa ya, termasuk yang gini-gini. Iya, ada lihat DJ yang ada. Iya, ngawasi DJ. Iya, DJ itu ないよね、誰も見てない。本音が来たよ、やっと。全然見てない。僕のピクルギマナ、ロニア、シブトミア、アパヤ、スパルティ、スパルティ、スパルティ、ジャパン、アタウ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 スパルティ、ジャパン、例えばこのここでやってる時はもう普通に回しルーティンで回してるじゃないですか、うん、でそういう時はもう何の紹介もなくガーって行かれるから、もう本当にただ回してるだけで、うん、ただゲスト DJ としていろんなところ行くとちゃんと紹介もあって、うん、ああ、うん、おいやいやいや、ゲストの時はもうロニーロニー、ロニーって、それ彼は彼は割と前にまなまな
ゲスト DJ、カルワクトゲスト DJ、itu ni apa ya? Tamuji lah, kayak gitu. Ya, lebih ini lebih. Ah, lebih bagus. Kalau di Terminal ini kan pak. Terminal ini betul betul rutin nih masih kerja macam apa? これだね。ゲスト DJ itu ya, mau mori agari kacau. なるほどなるほど。Kalau mereka kayak macam dalam dia sama semua sama terus setiap hari jadi udah biasa aja. Oh iya. So.全然見れるんで、まあ、本当に普通だねって言ってたから扱いが全然違う。なるほど。じゃあ、ぶっちゃけ地方で回す方が楽しいっていう。ブルーやっぱや。それとには、ルビーパグスには、ディマナマナや。マインディーパロー、ルビスナミや。ルビーパグスには、もちろんそうだ。ああ、そうか。おいえ、ルビー。全然そっちの気持ちいいし。ああ、まあそうだろうな。ロビーかっちゃうやろ。ロニーが脱いで間違いないな。CDJ、乗ってやっちゃう。